それは今回すごいね、前から分かってたけどよく分かなおさらよくやっぱお兄ちゃんのことを理解したなっていうのは、ただだからまあその、まあ、これは通過点なわけじゃない、これからも活動する中で、だからまあ気持ちのいい絵をまあ求めるっていう意味ではこれからまあたくさん作れるわけだから、うんうんそうね、だからまあいいのかなっていう気はすごいする。だからまあエモーション点2じゃないけどまた平面作品を、まあ、こんなに俺はまあ点数いらないと思うんだけどね。え、まあ、逆じゃない？なんか何？やっぱもっといるんじゃない？もっといるってこと？うん、天井埋め尽くすぐらいまではいるんじゃない？いや僕のイメージだとそうなんだよね、やっぱり。でもそれはもうお互いしょうがないよね。うん、まあちょっとて、時間かけて1年ぐらい前から準備を始めて、うん、やらなきゃいけないんじゃないかと思うけど、うん、なんかほら額に飾って。うん綺麗に、まあ、この空間だったらじゃあ6点飾りましょうみたいな感じでもないじゃん、うん、なんか逆に、まあ、もうほんとこういう額なしで壁に貼り付ける代わりに埋め尽くすみたいな、うん、300点ぐらい貼れたら結構またエモーションって感じ、本当にそのなんかやっぱそういうリベンジはしたいね。じゃあまた明日から描き始めますかじゃいやそういうこと言うよ。いやだからそこはだよね、だからあのいやいや俺はどうするか、俺は描ける。違うね、そこはまあだから今度は抽象じゃない絵を難しいね、だからそこはだから個人でさ、個人で活動してて、じゃあどこまでやるかってあるじゃん。あ、違う、でもだからそこ1年ぐらい前からじゃあやりましょうってなったらなんとかできるかもしれないね、うん、だからでもまあそう、だから俺はね、そポジティブ、すばポジティブだから、なんて言うんだろう、だからそこは本当ね、どっちでもいいんですよね。別に、だから無責任ってとらわれたくないんだけど、どっちでもいいとかっていうと、本気でだってやってることだから、だからその、なんて言うんだろうな、その、だからお互い個人の忙しい中だからやってるわけで、だからこれはこれで150点なら150点で、俺は昨日の段階では、あ、ちゃんと壁が埋まったっていう意識があったのね。だけどまあ今日その今来てもっとそう点数があってもよかったんじゃないかって言われたら、まあ、まあ確かにそうかっていう、まあ、その自分がお客さんだったらっていうのを考えるとやっぱそういうふうに思うね。やっぱ自分やってる側からすると、うん、ああもっと書かなきゃいけないのかとかになるんだけど、うんまあ、こんぐらいでいいんじゃないとか思ったりもするんだけど、まあ、見に来る側の視点で言うと結構もっと圧倒されたいじゃないけど、そういう思いはあるんじゃないかな、うん、まあだからそうだね、うん、まあそれだったらいや格好300点300点っていうか150だいたいそうねだいたい150結構準備期間いるだろうけどね、うんうん、でもまあ、うん、そうね、でもまあそれはまあもちろんいつやるかは明言下げる避けるとしても、うんまあ、またじゃあ芸術教材用になんか書こうかなって気持ちになる。だけどまあ俺はすごい今回お互い時間がなかった割にはというか全然好きです、うん、まあそうだね、いやこうそうだね、まあ自分で書いてても好きです。ジューシーさんのあれありがとうございます。まあ本当やっぱこんだけたくさん書くと、うんなんか自分の中になかったモチーフが生まれてくるんだね、うん、なんかちょっと結構あんまりいっぱい書くって大事だなって思った、うんまあ、だから微妙なさ、ね、難しい、だからそうね、いっぱい書く要はなんか得意じゃないモチーフにもちょっと挑戦してたりとかするんだよね、うんそこら辺かな。あんまり、うん、そうだね、まあ、俺もそうだね。だからもっとバリエーションじゃないけど、うんね、ちなみに自分のお気に入りの絵を5点ぐらいあげるとどれ結構だからあるんですよ。あのやっぱり紙飛行機の、あ、紙飛行機やっぱ絵は好きですよね、うんやっぱ夜空をイメージしてますよね、うんうん、あとこの赤髪のあ、これねこれ、うん、
とこのこういう絵を龍心さんが描くんだっていう。まあそうだね。そうなんかちょっと新しい感じがします。あとやっぱり動物の絵がね、龍心さん優しいよね。人柄が出てくるこれとか、うん、これとか犬とか、うん、っていうのはすごい。で、そのほら赤髪のやつとか、うん、あえてだから あの猫もそうだけど、うん、いい絵って、うん、まあいい絵、まあだからなんだろう、僕が気に入ってる絵ってだから余白をあえてだから色をつけなかったり書き加えられない迷いっていうの、はいはいはい、これはこれでもういいじゃんっていう感じでなんか見せたっていうのは余白のものっていうのはあんまり付け加えたくなくなっちゃう。そうそう、うん、もうだから言ってみれば絵はがきじゃないけどいいじゃんっていう感じは。絵はがきで売れるそれはどうかな、まあ、あれにちょっと言葉加えて、まあね、いいんだよこれで確かに絵はがきにするのであれば余白必要だな、ね、余白必要だなって気がするかな。あとまあそうだから僕自身が好き勝手やらせてもらってる部分、うん、なんか龍心さんの絵を僕がだから誠意を持ってもっと良くしようっていう感じで、うん、色とあと、書き加えたから本当に僕の方のその50枚っていうのあ50枚じゃないか75枚っていうのはどっちが本当龍心さんが描いたのか書き加えたのか分かんないような感じではあるよね。あと元の絵を記録してないでしょ。いやそれはねしないでしょ。だからそう、まあ、本当にもう迷宮入りですよね。龍心さんはあるんですか。いや結構迷うね。迷うだけどやっぱり DM は、まあ、これは、DM のやつだったから割と、まあ、好きだからやってるんで、OK、あこの一列はね全部好きなやつなんです。そういうあれがあるんだ、ま、真ん中はメインになるやつだから一応、まあ、エモーションっていうのテーマに沿って全部人の顔を表情のある顔を持ってきてて、ま、これとか好きかな。これとかね、このすごい怒り狂ってるやつとか、あとあの女の子、ああなんかやっぱ自分の好みの人っぽいのが自然に出ちゃうみたいな。でもあれちなみに あのロングヘアにしたら僕なんですよ。ああそうかもね、うんうん、あれ少年だったんですよ、うん、まあ少年だったんですよ。いやおっまあいいや、まあ、あと、まあ、これかな。このおじいちゃんのやつね。これ右側はなかったんだよね、うん、確かそうです、うん、確か俺も確かに。いやそうだよ。あのあとこれアザラシみたいな。あとのび太くんにのこれね、メガネ。これこんな感じかな大体。これは俺だからどれも好きですけどね。そうだね。気になるのはあれどういう時に描いたのかなと思って。帽子の上に木があって。これはね、なんかちょっとねストーリー性が感じられるな。元の抽象画がちょっとあまりにも、うん、もうその線に沿っていくしかなくて。あるね。うん。元の稲妻みたいなね。そう、うん、それをどうするかっていう、うん、まあ頭山っていう話があるんだけど、うん、日本の落語で、はいはいはい、ちょっとそれとかけてるぐらいかな。あとは特にないです。頭の上に木が生えちゃってね、池ができてみたいな話があるんだけど、そんぐらいですね、はい。でもまあその説明しづらいけど俺でも結構好きな抽象絵なんですよこれとかね、こういうのが好きなんだよね。だからね、こういうのとかあとこれとかも俺よく描いてるいやだから、ね、いや別にコメントはいらない、コメントはいらない、うん、コメントはいらないんだけど、あんまりね俺こういうの書かないから、なんか
ただまあ DM、 あこれを選んだんだ、これだから頭光ってるでしょ、は光ってるでしょ、光ってるっていうか、まあ、爆発してる感じ、爆発してるか、うん、ひらめいたりとかそういうイメージですね。